バルプルギスの公開は、加藤の公平による日本のシリーズ小説。同作者による、ブギー・ポップは笑わないをはじめとした、ブギー・ポップシリーズと、そのサイドストーリー、ビートのディシプリンシリーズの姉妹作品にあたる。2007年から、電撃、HP 及び電撃文庫マガジンにおいて連載され、文庫単行本が電撃文庫より発売されている。 イラストは前日の2シリーズと同じく、小形強氏が担当。ブギーポップシリーズにおいての重要人物の一人、縁の魔女と呼ばれ正義の味方を行うキリカンナギが主人公を務める物語。彼女に秘められた宿命と巡り合う二人の魔女の戦いを描いている。これにより、世界は大きく動き始め、彼女周囲の人物のみならず、 東和機構の中枢までも巻き込む異変が始まることとなる。本シリーズはビートのディシプリンと同じく作者が提示していたブギーポップシリーズを終える上で必要な作品となる。そのため過去のブギーポップシリーズの登場物が多く見られるほか作品内の開始時間もビートのディシプリンの終盤時期と重なっている。またビートのディシプリンのエピローグからは 直接的に本作とリンクしている。常に作品間がリンクしている加藤野の作品群においても、これまで例を見ないほど多くのシリーズとの関係性が明かされており、加藤野サーガにおいても大きいウェイドを示す作品。直接的にリンクが判明しており、単行本化されているものを列挙する。戦術した通り、本シリーズにはブギーポップシリーズや、 B とのディシプリンの人物が多く登場している。それらの人物に関する詳細は、ブギーポップシリーズの登場人物を参照。ブギーポップシリーズにおいて、世界を影から支配する組織である、東亜機構であるが、本作では、魔女二人にいいように扱われる。それは、半東和機構組織であるダイヤモンズにおいても同様、イニシエより存在していた陣地を超えた存在。 炎の魔女バルプルギスと氷の魔女アルケスティスの二つの存在が常に争いを続けている。炎と氷の能力だけでなく、万物の事象全てを操り、運命を操作し、地球は愚か太陽系を容易に滅ぼしうる力を有する。対抗できる存在は、劇的旅しか存在しない。ありがとうございます。